マールボロはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ミドルセックス郡の南西部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口38,499人だった。19世紀には繁栄する工業庁となり20世紀後半にマサチューセッツターンパイクを建設した後はハイテク産業の街に転換した。マールボロは1660年に町を宣言した。 後に人口が増えたために死になった。1638年、クリストファー・アレンが、マールボロの司法官として記録され、メアリー・ウェザビーと結婚した。1656年、ジョン・ハー・ジュニアは、毛川公易業者であり、ナシュアトレールとコネチカットパスという2本の、インディアンドーの交差点に家を建てた。ハウは、インディアンのアルゴンキングを話すことができた。 ただし地元のインディアンは自らをペナクックと呼んでいた。開拓者はインディアンを他の戦争状態にあった部族から守ったので歓迎された。1650年代、いくつかの家族がボストンの西18マイルにあるサドベリーの町を離れ、新しい町を出発させた。この町はイングランドのウィルトシャーにある商業町マールブラから名付けられた。1657年に、 エドマンド・ライス、ジョン・ラドック、ジョン・ハウに率いられた14人の者が最初に入職した。1656年、ライスとその仲間がマサチューセッツ植民地議会にマールボロの町を創設するための請願を行い、1660年に公式に法人化された。1657年、ライスがマールボロの町長に選別された。歴史家のサブナー・チルトン・パウェルはその著書、 ピューリタンの村、ニューイングランドの町の形成で、ライスは、サドベリーで最大の土地所有者になっただけでなく、新しい町の代表として、マサチューセッツ植民地議会の大議員を5年間務め、その後半生15年間の少なくとも11年間は、小さな町の町長と判事を務めたと記していた。市役所、1905年、アレン、コリンズベリーが建設。 ウィリアム・ブリムステッドがピューリタン教会最初の牧師となり、ジョナサン・ジョンソンが最初の鍛冶屋になった。ロックスベリーのジョン・エリオット牧師がインディアンをキリスト教徒に改修させたので、マールボロは7つの祈るインディアン町の一つだった。1674年、開拓者とインディアンの間で土地を分割する権利、譲渡証書が作られた。これが、 インディアンの名前を記録した唯一の文書になった。その文書には次のものの署名があった。この開拓地はフィリップ王戦争の1676年にインディアンによってほとんど破壊された。1711年、マールボロの領域にはノースボロ、サウスボロ、ウェストボロ、ハドソンを含んでいた。植民地の中で人口、事業、移動が増えるとマールボロは ボストン郵便道路で好まれる停車地になった。多くの旅人がその宿屋や,や酒場で泊まった。ジョージ・ワシントンは1789年に大統領に就任してから間もなく、ウィリアムズ酒場を訪れた。1836年、死の父と呼ばれたサミュエル・ボイドとその兄弟であるジョーセフが最初の口製造業を始めた。これが町の性格を永遠に変えることになった。 1890年までに人口は1万4000人となり、靴製造の大きな中心地となり、南北戦争の北軍のために長靴を製造し、市民の靴も製造した。マールボロはその靴でよく知られるようになったので、1890年に主として法人化された時に、首相にも加工場、靴箱、一足の長靴が描かれた。南北戦争は、 地域でも最も異常な記念碑を作らせることになった。マールボロからの中隊がハーパーズフェリーに割り当てられ、ジョン・ブラウンが奴隷解放のために最後に戦った消防署から金を持ち帰ったという伝承がある。この中隊は30年間、エリザベス・スナイダー夫人の手にこの金を委ねたままとなり、1892年にマールボロに持ち帰った。この金は現在、 マサチューセッツ修道85号線とメインストリートの角にある塔に架けられている。これと同じ頃、マールボロは国内でも初めて路面電車の認証を受けた街と考えられている。ボルチモア市に先立つこと数ヶ月だった。主に乗客用に設計され、南のミルフォードから北のコンコードをつないだ。マールボロは工業化された成長する街として、ケベック、アイルランド、 イタリア、ギリシャから熟練した技能者を引きつけるようになった。靴製造業は、ニューイングランドの他の町から、多くの工場が逃げていった後も長く、マールボロで継続された。ライスハッチンス、インクが1875年から1929年まで、マールボロで、いくつかの工場の創業を続けた。有名なフライブルーツはここで1970年代まで。 製造された。1971年にマールボロで設立されたロックポート社は市内でアウトレット店を維持し続けている。1990年マールボロが市政100周年を祝った時、靴製造業を認めた公園を作り、彫刻家デイビッド・カーペンテオポラスによる彫像を飾った。週間高速道路495号線と道295号線。 およびマサチューセッツターンパイクの建設により、マールボロは最先端の新しい産業で、第5の世紀を始めることができた。すなわち、ハイテクと特殊化した電子工業である。今日、TJX、レーセオン、ヒューレット・パッカード、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、サン・マイクロ・システムズ、ネイビリスト・メディカル、ネテッサ、ボストン・サイエンティフィック、サノビオン、スリー・コム、AT&T、T アップル、イージェネラ、エバーグリーンソーラー、ブッチャーコープ、フィデリティインベストメンツ、クエストダイアグノスティックス、ルーセントテクノロジー、その他多くの産業の多くの会社が集まっており、市内に強い企業村を作り上げている。主要なハイウェイに容易にアクセスできる場所にあることや、市政府の企業より、開発よりの政策のゆえに、マールボロ市の人口は過去25年間で倍増し、 最新国勢調査で3万8000人を超えた。マールボロ市は、北緯42度21分3秒整形71度32分51秒、北緯42.35083度整形71.54750度、42.35083-71.54750に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は22.2平方マイルであり、このうち陸地21.1平方マイル、水域は1.1平方マイルで、水域率は4.87%である。地域内に3つの大きな湖があり、ウィリアムズ湖、ミラム貯水池、ホートメドウ貯水池と呼ばれている。ホートメドウ貯水池の一部は隣接するハドソン町に入っている。 市内を週刊高速道路495号線、アメリカ国道20号線、マサチューセッツ州道85号線が通っている。週刊高速道路2 9十号線の東端も市内にある。マールボロ市はマサチューセッツ州東部にあり、下記6つの町に接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マールボロには多くの企業、店舗、 レストランがある。マールボロ地域商工会議所は、マールボロ市とメトロウェストマサチューセッツにある周辺5町の商工会議所である。地域の650以上の企業と数千人の労働者のニーズに対応しており、マールボロ市内に本部がある。商工会議所の役割には、メトロウェスト地域交通局と共同して、交通手段の改良を行い、マールボロの中心街ビレッジが、 文化地区として認識されることを促進することである。公共図書館、ポーバディスターンズが設計した、カーネギー図書館、マールボロ公共教育学区も、参照先進数学科学、アカデミーチャータースクールマールボロは、週間高速道路四百九十五号線、道290号線、アメリカ国道二十号線、およびマサチューセッツターンパイクの交差点近くに位置している。 メトロウェスト地域交通局によって周辺の町や市とつながれている。マールボロ市内は2本の週刊高速道路、1本のアメリカ国道、1本の州道が通っている。バス、ザ・メトロウェスト・デイリーニューズはマールボロとメトロウェスト地域の周辺庁をカバーする日刊誌である。ザ・マールボロエンタープライズは市の週刊誌である。マールボロパッチはオンラインの日刊誌である。 8チャンネル、34チャンネルその他、ケーブルテレビの放送を視聴できる。98チャンネルは、公立学校の生徒が運営する、テレビ局である、プレザント通り歴史地区の邸宅マールボロ地区裁判所、ウィリアムズ子から望む。ありがとうございます。